古野、そしてボールは外へ、もう一度古野が打ってスリーポイント。昨日に続いてリバウンド相原タップ、しかしこぼれる、そしてこれをうまく坂田タップして、そしてクリーナーに渡す、スピンムーブからレイアップ、これは一ついい形ができました。愛媛スリーポイントエリアの外打ってきます、決まります。17番の飛田、終盤残り1分40秒となっている第1クォーターです。非常に展開が似ています。スピンムーブから長い手を伸ばしてクリーナー、ダブルガードのような形で出ています。その久岡のシュート、フォローはブラントよく掴んだ、そしてそのままブラントねじ込みます。久岡入り込んでバウンスパス、ちょっとこれはボールを取り切ることができないところで、さあスティールになって速いパス回し、ロングパスからバスケットカウント。久岡がこれはスティールになりました。ちょっとディフレクションがあったか、そしてクリーナーへ渡してゴールした。ブラント得意のフックショット、転倒ありましたがファールはありませんでした。外国籍の2人、バーグとブラントはフル出場。ここはブロックした相原、そしてこれをタップして残してつくば、バーグバーグ入っていって必死に手を伸ばしてタップイン。さあ7点差、今度は香川バウンスパス通ってブラントエンドワン。古野先ほどは素晴らしいタップイン、その古野がスリーを狙う、見事スウィッシュで決めます。この臨県対決四国ダービー、なんとか一つ取り返して連敗止めたい。バーグ耐える、ショットクロックはないが相原が見事なフェイダウェイ。今度はフィッツジェラルドバウンスパスを受けてショートした、飛びた外へ、河野中走り込んでフィッツジェラルド、最後はタフな状態でしたがよく決めました。ブラントが一瞬打ちかけましたがやめてきた岡へ、ショットクロック5秒切ってくるがブラント最後は中に入っていきました。香川もこの愛媛を今のところは10点台には抑えていますが、その愛媛がより強固なディフェンス相手を、これはバスケットカウント、しかし見せてきた。ホームのこの観音寺で拍手を浴びました小坂。フェルプスに勝ってのこのままショットクロック、失礼、ゲームクロック流れていきます。両チームの選手がねぎらい合います。そしてここで第4クォーター終了となりました。試合終了。